三重県志摩市阿児町立上地区、阿児湾に面したこの地区で毎年7月14日に天皇祭が行われています。天皇祭は御頭天皇信仰の祭りで、平安時代から疫病除けとして全国各地で行われるようになりました。立上地区の天皇祭は三番叟に扮した少年が踊るという珍しいものです。祭りに先駆けて立上ふれあいセンターで練習が行われます。踊り子9名と地謡3名の小学生たちに自治会の経験者が指導しています。踊りの練習の後、音花披露の練習も行われます。踊り子は総連中に下されます。ありがとうございます。祭りが近づくと、踊り子が持って踊る兵の作成が行われます。色鮮やかな兵はすべて手作りです。今度は言うとこちらで、これは紐な。かわいそうだね。
になるのはなんか水で飛ばしてなんかあるおいでやばい、金魚の人が来るのが各部隊みんな、全員が好きでね本部隊もらったすだから、言ってこいよって書いてもう全部ないどうじゃあでも、真ん中の真ん中のこれ、祭り当日、化粧をして衣装を着た子どもたちは受け火神社へ向かいます。神社拝殿で神事が行われた後、子どもたちが踊りを奉納します。いい
続いて玉串の奉天が行われ、直来でお供え物をいただきます。神社での行事が終わると薬師堂に移動します。薬師堂では最初に御花の披露が行われます。御花とは寄付のことです。5000円なり。ありがとうございます。お財布ない。ただいまの御花と金2000円なり、踊り子総連中にくだされます。ありがとうございます。どないどない。ただいまの御花と金1000円なり。ありがとうございます。続いて子どもたちの踊りの奉納が行われます。Thank you.
太鼓、三味線、笛、そして踊り子の掛け声により独特の雰囲気を醸し出す立神の天王祭。地域の人々に支えられて末永く受け継がれていくことでしょう。どっこい、どっこい、踊り子総連中に下されます。